鹿児島市にある鹿児島県民交流センターに来ています。今日はここで何を？はい、司令です。ありがとうございます。もうすぐ始まる鹿児島県男女共同参画週間について知ろう。たくさん勉強します。前原龍二の前向きチャンネル。県では男女共同参画について理解を深めるため、毎年7月25日から31日を男女共同参画週間と定めています。毎年この期間に合わせてワークショップや展示などのイベントを開催していて、今年も予定されています。イベントについて詳しく教えてくださるのがこちらのお二人です。こんにちは、鹿児島女性政策研究会の高崎めぐみです。こんにちは、上村愛です。オンラインで参加していただく感じでシネマを作ったんですけれども、その映画を作ってくださった監督と音楽家をお呼びして、シネマを見た後トークをするという内容の一つのイベントと、あの子どもたちの映画教室というのと、あと毎年実施している展示、今年はあの県のデータをもとに展示を作るという、この3つであのやっていきます。やっぱり女性らしさとか母とか妻とか、そういったことで束ねられてちょっと息苦しい思いをしている方って意外と多いと思うんですけれども、こういう映画を通して身近な方とお話ししていただけるきっかけになればと思って今回出演をしたとかです。そして7月30日のシネマ&トークで上映予定のドキュメンタリー映画信頼の回覧板で監督を務めた上田健太郎さんにもお話を伺いました。会ったことがない人の素材をつなぐっていうのが、初めて素材が届くっていう形式で編集したんですね。素材を見ていくと、やっぱりこの玉手箱を開けるようなあの気持ちがあって、鹿児島っていうその地域で、男女共同参画について考えてきた人たちがいる、思いをつなぐこととか集まることによってパワーをっていうのが、映画という形式を与えるとこのパワーがより出るんじゃないかなっていうふうに思って、編集をしました。子どもたちが1日で、自分たちのオリジナルの映画を作り上げるっていう、そういうワークショップです。オリジナルの映画を作り上げる。はい、自分たちで出演して、自分たちでカメラをやって、お話も自分たちで決めるっていう風に、そういう風に進むワークショップなんですけど、シネマ&トークと子ども映画教室に参加ご希望の方は事前の申し込みが必要です。詳しくは県男女共同参画センターにお問い合わせください。前原龍二の前向き宣言。イベントに楽しく前向きに参加することで、ジェンダー平等、男女共同参画についての理解がより深まると感じました。ご参加お待ちしています。新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。ワクチンの追加接種により低下した重症化の予防効果などが回復するとされています。3回目接種を希望される方は早めの接種をお願いします。また60歳以上の方などを対象に4回目のワクチン接種も始まります。詳しくはお住まいの市町村までお問い合わせください。